おーい星野、ここでカメラの位置合ってる？おう、まあその辺じゃね。そういやさ、立ち位置この辺？おう、まあその辺じゃね。じゃあ行きますか。エブリウェンズナイト、ヤッホー。前に動画入ってるよきっと。あ、なるほどね、うん、やっていきましょう。速攻で。あなたがふと懐かしい感傷にとらわれるのは次の何を見た時でしょう。今絶対映してなかったよね。お前そういうところ嫌い。いや違う、今こう出てて、うん、こうしたらって。あ、なんだ、うん、別に全部映したらね。あ、そういうことね。そうですね。あなたがふと懐かしい感情にとらわれるのは次は何を見た時でしょうか。田園風景、古い神社、仏閣。そんな思いはならない。そんな思いにはならない。まあそんな思いにはならないことが多いけど、まあ田園風景見るとちょっといいかなと思う。もし選択できるのはどの時代を生きてみたいですか。戦国時代、江戸時代、古代、現代のままがいい。お前古代じゃねえ。戦国時代ですよね。嘘。現代のままがいいよ、俺は。次に生まれ変わるなら何がいいですか。やっぱり人間で星野みたい。星野にはなりたくないや、やっぱり。虫とか。あ、お前地球以外の生物いいんじゃん。テラフォーマーズ。言えねえじゃん、お前。テラフォーマーズ的に。これはやっぱり人間になりたい。やっぱりさ、絶対さ、俺ら企画やるって分かってて入れたぜ、これ選択肢。やっぱり人間で星野じゃん。次、あなたの性格は次の地区を選ぶとしては努力か負けず嫌い、軟弱者、変わり者。変わり者。子供の頃に得意だったか僕は何ですか。算数、国語、体育、図工。俺体育。俺図工だな、割と。図工めんどい時めんどかった。あなたの心安らぐ場所はどこですか。自分の部屋、自然の多い場所、家族、恋人、親友がいるところ、インターネットの中、自分の部屋だな。うん、あなたが本当に頭に来るのは次のうちどれですか。友人や恋人が裏切られた時、車をぶつけられた時です。で、どこに？車にぶつかった車をぶつけられた時だから。自分が車にぶつけられた。車をなんか擦られたとか、うん、そういうことじゃない。あ、なるほどね。会社をクビになった時。俺一番上だな。突然災害や戦争を起こそうっていう。これはさ、もう頭に来るっていうかさ、もうね。しょうがない。一瞬死んだ感半端ない、うん。頭には来ねえよ。俺一番上じゃない。他がさ、なんかパッとしなすぎるよね。会社クビになったからって別にキレはしない気がする。別の感情がありそう。なんか頭には来ない。別の感情になる。これとこれは分からない、もう。あなたのいい面を一つ挙げるとしたら、最後までやり遂げ、直感力鋭い、人に対して優しい、競争で勝ち抜ける。俺一番上だな。うん、なんだかんだで。俺は人に対して優しいかな。優しいよ、俺は。星野以外。俺以外かよ。まあいいよ。次のことはピンときたものを選んでください。我たちに明日はない。芸術は爆発だ。強者だけが生き残る。お前一番下だ。俺の後に続け。お前絶対一番下だ。強者だけが生き残る世界だろ。あ、お前そっちか。うん。俺一番上だ。あ、いやこっちだな、やっぱり。だろ、やっぱ。どっちかに迷う。これ本当。確かにね。その下の2つは確かにお前に当てはまる。これは俺に一番当てはまらない。うん。それは俺。うん。あなたのこれからの夢なんですか。平凡に暮らせ、誰かに教えてもらえ、個人的な才能が認められる、下克上人生。一番下。これはない、割と俺は。てかこれはむしろね、俺なんですよ。これは俺はできないと思ってる。お前一番下、それを。誰かに養ってもらう。これはいらない、別に。俺は頑張る。いや、これはね、どっちだろう、もう疲れる。こっちもいい。平凡に暮らそう。これ本当に願望だから、俺。絶対無理。願望だから。絶対無理だけど。俺もね、平凡に暮らしたよ。うん、やっぱね、平凡が一番。平凡が一番。じゃあ結果見ます。はい、どうぞ。強者の魂 53%。 あ、ちょっと20%。おう、強者の魂 53%、 道楽の魂 100%、 苦境の魂 100%、 妖魔の魂 6%。 何でこれ。あなたの前世は、あなたの前世は平安の世に蝶や花よと面白おかしく遊び暮らして貴族のようです。お前じゃ。いや全然。あなたの前世は平安貴族、裕福な家庭に生まれ育ち、甘い苦労しないように宮廷出世した運の良さの持ち主やったようです。
特に和歌を得意として帝から熱い信任を受けていました。お前じゃん。生涯のうちほとんど苦労することを知らず、その一生を全うしたのです。数百年の時を経て現代世界に転生したあなたですが、前世の生きようのためか、あまりこだわりのない性格のようです。友達は遊びを愛して毎日面白おかしく暮らせればいいやという思いが心のどこにあるでしょう。お前じゃん。頭脳労働をしている時にあなたの心に眠る貴族の血が触ることがありそうです。全部当たってんじゃん。当たってねえだろ、どう見てももっと武将とかが良かった。じゃあ俺も同じやつやるよ。じゃ同じやつやんの。違うやつ気になるからさ、前世でしょ、うん、このさ道楽の魂 100% ってなんだよ。両方あってじゃん。自分教師の魂 53% なんだけど。じゃあもうちょっとそこでやるからちょっと待ってよ。マジで。ああお前今回初心率テストじゃなくてさ、これ全スチックだけ終わるんだけど仏閣現代のまま、やっぱり人間やっぱり人間だ。仲良く、あこれわかんねえな。努力家でもないし負けず嫌いでもないし何着ものでもないよ、ね、でもない、変わりもんでいいや。はい、うん、自分の部屋。うん、オッケー。早かった。でも一回見てるもん、だから中途半端なんだったな。ヨーマンの魂増えたって。ヨーマン幕末に人知れずところで影のように暗躍した暗殺者のようにかっけえ。なんかあなたの前世は江戸時代末期、時代が新しく生まれ変わる頃の幕末に暗躍した暗殺者であるようです。何が正しく何が間違っているのか日本で出て手探り暗中模索していたあの時代にあなたは高名な人物のもとで影となり悪を打ち続けていたのでしょう。かっけえ。そのためいつしかあなた自身の敵に狙われるようになり、激動の時代の最中若くして命を絶ったようです。おお、すごい。どこか心の中に陰りがあるようですよ。この心の闇を取り払うことこそがあなたの現世における使命なのかもしれません。新しい世間を離れて生き距離になった時こそあなたはここに眠る暗殺者の血が落ち着きを取り戻すことになるでしょう。要するにやっぱりか、うん、手見えないしね、うん、はい、じゃあ次の行っちゃいましょう。いや一回切ってからね。7分に達したんでこの企画はこれで終わりです。終わった。要するに次の企画も死んでしたっていうことです。では以上、See you next time.